中にね、セルがいっぱい並んでるのが8個かな、並んでるのが見えますけれども、このね、基板もちゃんと見えますし、楽しいですよね。温度もね、ちょっと変わってきますよね。なかなかね、これ見てるだけでも楽しいというわけですよ。こんにちは、戸田悟です。今回はモバイルバッテリーを紹介したいんですが、なんとディスプレイがついていて、状況が全部ね、チェックできる、さらにスケルトン。以前もね、これのコンパクトなタイプ紹介したんですが、今回はね、大型のモデルを紹介します。ぜひご覧ください。はい、今回はですね、シェアギークのですね、ストーム2というモバイルバッテリー紹介したいんですけれども、なんとスケルトンで LED 付き。実はですね、以前これの小さなタイプ紹介したんですが、今回は容量の大きなタイプを紹介します。はい、それでは中をね、ちょっと紹介していきますけれども、この製品がね、非常にこう質感がよくて、はい、まずですね、きちんとした日本語の説明書がついているので安心して使えますね。はい、後半が日本語になっております。で、中に入っているのがケーブル、それから持ち歩き用のケースですね。で、こちらが本体になります。はい、この製品の特徴はもうこのスケルトンですよね。中にね、セルがいっぱい並んでるのが8個かな、並んでるのが見えますけれども、このね、基板もちゃんと見えますし、ポートですね、タイプ C ポートなどもどうやってついてるのかっていうのが見えますよね。これなかなかね、興味深いですよね。こういうのね、作るのって中にね、埃とか入ってたらいけないので大変だと思いますけれども、まあ、当然埃入ってたらね、バッテリーは危ないので入ってちゃいけないわけですけれども、中にバッテリーの構造ってこうなってんだって結構わかりますよね。結局これってメーカーごとのこのセルはね、差があんまりないので、小型化は限界があるわけですよ。まあ、余談ですけれどもね。はい、で、こちら側に表示がありますが、ここにね、PSE マークもついてるので安心して利用できます。で、デザインなんですが、まあ、ガンメタっぽい色に黄色がアクセントになってますよね。中も各所で黄色がアクセントになってますが、ついてるケーブルも黄色のタイプ C ケーブルがついてるんですよ。このね、デザイン性がなかなかいいですよね。で、このポーチ、こちらもついてますが、この中に当然ね、これがしまえるんですが、ポーチも黄色がアクセントになってます。はい、こんな形でね、持ち歩けるわけです。はい、まあ、中国製のポーチ最初に使うと、なんかこういうね、ほこりがいっぱい出るんですよ。まあ、この辺はご愛嬌ということで、それでは重量を測ってみましょう。それではまずはですね、ケーブル込みでポーチに入れた状態で測ってみますね。 670g、 まあ、タブレットのちょっと重いのと同じぐらいですかね。では中を出して単体で測ってみましょう。バッテリー単体ですね。まあ、これキッチンスケールなんで参考値ですけれども、598g、まあ約 600g ですね。まあ、この容量がですね、25,600mAh なんですよ。なので、まあ、大容量ということを考えれば、まあ、ちょい重ぐらいですかね。これね、ディスプレイがついてるのが特徴なんで、当然その分重くなるので、まあ、重量はね、妥当なところではないかなと思います。はい、それではですね、これポートの紹介をしていきたいと思います。はい、ここにですね、 DC のインとアウトがありますが、これは基本的には使わないと思います。専用のケーブルもついてないですしね。この3つを主に使います。で、こちらはタイプ C のインとアウトで、こちら2つはアウトですね。タイプ A とタイプ C のアウトという形になっております。で、こちらのですね、字が小さいんですが、タイプ C1 と書いてありますね。こちらが出力 100W マックスです。で、タイプ C2、 こちらね、小さいんですけど2と書いてありますが、こちらはですね、 30W マックスです。で、タイプ A は 18W マックスという形になります。で、 DC は、まあ、一応ね、 9.9W から 75.6W という形になります。で、2つの場合、これね、もう全部説明すると長くなっちゃうので、まあ、ざっくり説明していきますけれども、はい、2つの場合でタイプ C とタイプ C を2つ、つまりタイプ C1 とタイプ C2 を使った場合は 65W プラス 30W でいけます。で、タイプ C1 とタイプ A を使った場合は 65W、 18W、 はい、この2つですね、タイプ C の2とタイプ A を使った場合は 25W という形になります。で、3つ使った場合、この3つですね、この3個、DC を除く3個を使った場合は、65W プラス 25W という形になります。はい。で、入力なんですが、100W マックスで入力できるんですよ。なので、100W の充電器を使えば、まあ、急速充電が本体にね、このバッテリー自体にできるということで、0% から 100% まで、なんと90分、すごいですよね。90分で急速充電できてしまうということです。気になる容量なんですが、さっきもね、お話ししましたけども、 25,600mAh、 まあ、ちょっと省略して 25,600mAh と言いますけれども、結構ね、モバイルバッテリーとしても大容量です。
で、一応メーカーのね、スペックとしては iPhone は4回充電できると、で MacBook がですね 45W の MacBook が 1.5 回できると、まあざっくり言ってスマホは3回から4回ぐらい充電できると思います。機種によりますけど、でパソコンも1回はほぼ充電できると思います。バッテリー、パソコン側のバッテリー容量によっては 1.5 回とか2回充電できるのではないでしょうか。つまりスマホだけに充電するのであればちょっとオーバースペック、この小さい、もうちょっと小さいモデルでもいいかもしれませんが、パソコンに充電するならもうこの容量マストですよね。パソコン1回とスマホ1回、もしくはパソコン1回とスマホ 1.5 回とか2回は充電できるので、コンセントが使えないエリアに行くのであれば非常に役立つと思います。でまたですね、この容量って僕海外の遠い場所ですね、例えばヨーロッパとかニューヨークとか十数時間飛行機で、移動する、もしくは乗り継ぎをね、あると結構ね、アメリカでもね、ラスベガスなんか13時間とか16時間とかかかるんですよ、乗り継ぎしちゃうとね。そういう場合もこれあればパソコンフルフルで充電できるし、移動中に持ってるタブレットとかにも充電できるし、まあ、スマートフォンはね移動中あんまり使わないかもしれませんが、乗り継ぎ等々でも充電できるので、まあね、かなりこれ1個持って、旅行に出かけるといいのではないかなという容量ですね。日常使いにはもちろんねちょっと重いですけれども、日帰りの出張、一泊の出張、海外旅行の機内では便利な容量ではないかなと思います。このバッテリーの最大の特徴がここにねディスプレイがついてることなんですけれども、ちょっとね電源を入れていきますね。はい、ここねボタンを押すと電源がつきます。はい、今ねちょっと起動しておりますけれども、まあこれがねマニア心をくすぐりまくるわけですよ。でここにね今インアウトと出てますけれども、はい、ボルトとかねアンペアも出てますが、あと温度が出てるのがポイントですよね。これ見てあまりにも温度が上がってきたらちょっと使うのはねやめた方がいいかもしれません。あ、まあ当然容量もここに出てますよね。では早速ちょっとパソコンにつないでみましょう。はい、それではですね、ダイナブックにですね今から充電をしてみたいと思います。タイプ C、 タイプ C ケーブル付属のね、ケーブルで、接続します。はい、それでは今から接続します。はい、つなぎまして、もちろんパソコンは今充電のマークがつきました。数値がここで変わっていくのが楽しいですけれども、今ね 62W ぐらいで充電できてますね。60、まあ53とか、まあちょっと動きますけれども、ここで充電ができていることが分かります。当然ここのね、容量はこれから減っていく形になりますけれども、はい、楽しいですよね。温度もねちょっと変わってきますよね。なかなかねこれ見てるだけでも楽しいというわけですよ。じゃあね、今度はちょっとスマホに充電してみますね。今抜きました。今度はピクセル7にまずね充電してみます。はい、ピクセル7に今つなぎました。するとですね、ここに今ねワット数出てますけれども、ピクセル7今ねこれバッテリーが結構多いのであまりね、充電してませんけれども、ここにワット数出てきますね。で今度は続いてギャラクシーに充電してます。ギャラクシーはね 81% ですね。ピクセル7ちょっと 95% ぐらいだったんであんまり充電しませんでしたが、はい、今ギャラクシーにつなぎました。ギャラクシーはですね超急速充電 PPS がね、対応してるのについてます。で充電もね 20W 超えてきてますよね。 25W までいくのかな最大、まあ 80% ぐらいあるのでこんなもんかなと思いますけれども、ここ見ると情報で何 W で充電できてるのかが全部分かっちゃうってやっぱりいいですよね。便利ですよね。非常に便利、はい、だと思います。ではちょっと今度ね Mac にもつないでみましょうか。90% ぐらいあるのであんまり速度出ないと思いますけれども、 MacBook Pro にもね当然対応してます。今ね充電始まりまして、はい、これねバッテリーない時にテストしたらもう 90W ぐらいでちゃんとねフルフルの、スピードで充電できました。まあワット数ね徐々に上がってきてますけれども、はい、こんな感じで急速充電が可能です。今ですね Mac と iPhone に接続してます。まあ、結局ねまあしょうがないんですけど、2台つなぐと何が何やら分かんなくなってしまうと、どっちが何ワットか分かんなくなっちゃうんですが、まあそれはねやむを得ないですよね。でちょっと Mac 抜いてみましょうか。今 iPhone だけになりました。するとこんな感じですね。はい、ちょっとね上がっていくと思いますけれども、はい、ポート1個で使った方がね出力は上がるので、はい、こんな感じです。今ですねバッテリーの残量が約 63% なんですが、 100W のね市販の充電器でバッテリー自体に充電してみたいと思います。充電器は当然、はい、コンセントにつながってます。今充電してます。ちゃんとインの方のね数字が上がってきますよね。さっきアウトでしたよね。もう 88W、89W 出てるので、もっとね 0% に近い状態だと100近く、
ほぼ100出ると思いますが、まあ、当然この 63% でも 90W 近く出てるので何のね文句もない。急速にやっぱり充電ができるのすごいなと思います。はい、他にもですね、これ画面を長押してあげると、ボタンを長押してあげるとこのようにいろいろな細かい設定ができます。例えば温度表示をね変えるとか、はい、タイマーとかですね、いろいろな設定、パワーオフ等々が可能です。はい、こんな感じ。まあこの画面をねメインで使いますけれども、もう持ってるだけで超楽しめるバッテリー、なかなかいいですね。ということで Storm2 モバイルバッテリーご紹介しました。25,600mAh というですね USB パワーデリバリーとクイックチャージ、それから PPS にも対応しております。価格はですね、動画を撮ってる時点では29,990円なんですが、高いよっていう方多いと思うんですが、動画を撮ってるタイミングでは9000オフのクーポンがあるので、まあ2万1000円ぐらいで購入できます。まあ、容量とねこのディスプレイ考えれば価格もね結構妥当だと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。ガジェット好きの方にはですね、たまらないギークなね、バッテリーだと、名前の通りギークなバッテリーだと思います。以上、シェアギークのバッテリー紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入していただくと、戸田悟ファンクラブというのがありまして、そちらに無料でご招待します。で、戸田悟ファンクラブでは毎月、まあ、パソコンとかね、キーボードとかモニターとか充電器、まあ、様々な製品をですね抽選でプレゼントしておりますので、ふるってご参加お待ちしております。またですね、2つ目のチャンネルですね、こちら戸田悟ビズ、ビジネスセミナーとなってます。お前の話もうちょっと聞きたいよという方はですね、ぜひご覧ください。さらに3つ目のチャンネルとして Chromebook チャンネルをスタートしました。こちらはですね、 Chromebook のもう一から分かる入門チャンネルとなっておりますので、 Chromebook 始める方ぜひご覧ください。